はい、今日は12月の14日月曜日夜9時15分になるところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日12月14日ね、20、30年前ならば必ずね、今日はテレビでね放映していたのがあの忠臣蔵ね。しかしどのテレビ番組見てもそのような時代劇ね放送しているようなところはありませんね。これチャンバラチャンネル、時代劇チャンネルですか、とは別にしてね、ほとんどのところがよくやっていましたね。そして日本人ならね、一度や二度は必ずその物語を知っていた。しかし現在はどうでしょうかね。このようなね、日本の伝統である民族精神がね、なぜあの赤穂浪士のね、討ち入りの物語がね、日本人の心に響いてきたのか。それはね、私たち日本民族精神が継承しているね、忠義、正義、大義ね、この3つをね、全てのこの私たち日本人が持っている忠義、正義、大義ね、これが備わっている物語だったからなんですね。さあ、私たちの愛国活動ね、つまり日本国が大好きだという我々にとってね、その活動の指針がここにあるんですね。活動どれ一つにとってもね、忠義があって、国に支えるね、忠義があって、そして大義ですね。ね、これは絶対にね、みんなのためになることである、ね、そして正義、正しいことですね。これでないとね、ただね、自分たちが思い立って私利私欲に走った場合にはどれかが欠落しますね。そうした場合に本当のね、活動にはなっていきませんね。なかなかね、この忠義、大義、正義を持ってね、活動を続けていくというのはね、本当に難しいんですね。ですからあの三本の矢とかいう物語ね、それもそうですね。日本人という、まあ、全世界の国のね、その国々のね、道徳っていうのがありますね。しかし私たち日本人にとってね、この12月14日また12月8日というのはね、忘れてはならないね、その道徳心の基本がここにある。そして大変な苦労した基本が12月8日にある、ね、しかしその当時の政治家ね、江戸時代であれね、昭和の時代であれ、平成の時代であれ、令和の時代であれね、このその時代時代に引き継がれてきているのがね、道徳心なんですね。しかしどうですかね、最近私がね、いつもぼやいているように、道徳心の欠落、さらには政治家や官僚ね、そして職員の危機感の欠落ね、というのはね、今の世の中に資本主義社会であって、金権主義、金が一番の世の中になっているんじゃないかなということで、今の政府にとってもそうですね、金を動かして世の中の資本主義をね、守っていこう、ね、この基本っていうのは、その資本主義社会というのは誰が作ったのか、ね、国民ですね。ならば国民のね、国民が
病気で亡くなったら経済大国なんかいくら金があっても回っていかないようになりますね。この基本的にね、欠落しているのが危機感の欠落はね、まず人の命をね、守る政治家がいつも選挙公約になるときにね、言いますね。国民の命と財産を守り、ね、生活できるような、安心して生活できるような国づくりに邁進してまいります。今のね、社会にこのコロナウイルスエイリアンが暴れ回っている世の中でね、私たち国民の命を守ってくれる一番にね、口にするこの命を守りというのをやってくれていますか？ね、都道府県の知事に丸投げしてね、そして東京都小池知事とね、あの政府が面会をしてね、またどうもおかしな回答記者会見やっている。そして今日帰ってね、今日朝朝刊休みですから夕刊見たらね、東京、名古屋、大阪ね、これ GoTo のね、使用期限ね、中止するようなことが書いてありますけども、しかしね、田舎にはばらまいて、さあ田舎にまたそれが蔓延していくね、どうもね、今の政治家の行っていることはね、チャランポラン、卵が先か鶏が先かね、そうでしょ、経済が先か人の命が先かね、経済をね、このようなね、大国にしたのは私たち日本に命を懸けて働いたためですね。来る日も来る日も言われましたね、私も聞いてね、なるほどなとね、つくつく思わされましたね。何度も言っています。85、6歳の長老が、道村君、もう日本国はダメやな、なぜならね、今の政治家は我々が蓄えた経済大国となった蓄えた金をね、ただ食いつぶすだけに使って、あとはね、金があるからもう働くな、働き方改革をね、打ち出してもうあんまり働くな、次の正月など10日か12日ね、休むようにしてね、そして金をどこで使うのかね、旅行に行けと言って金をばらまいて、片方ではね、田舎に帰るなね、そして家にね、追ってくれ、人混みの中には行くなね、バスも電車もみんな止めてね、そのようなね、おかしな不思議な変な国の政策しか打ち出せない、そのようなところにおいてね、私本当に今忙しいんですよね。なぜならば、各ね、都道府県の市町村においてね、この環境破壊ね、さまざまなところで環境を破壊している、それを根本的に調べたら、すべて金権主義、金が絡んでいる悪性不正なんですね。何軒一体回ったらそれほど忙しいんだ。まず私が今こうね、住んでいる東大阪のね、野田市長が管理者としてね、君臨している財産区、これはね、どこの町にもありますね、都道府県にもあります。財産区、村の人たちの持ち物、ね、市民の持ち物、これを管理している連中が、なんと不届きな不正を行っている、それの開示請求ですね。そして今年の1月から行っている三重県、ね、違法に山林を開発して、そして勝手に参拝を受け入れて、挙句の果てにそこに土砂を入れて埋めているね。さあ今日もね、来ました三重県からね、今日もこの届いてますね。
ほとんど毎日ですね。これがね、11日ね、三重県の津の本町から届きましたね。そしてね、これが12日ね、土曜日ですね。そして今日ね、14日ですね。これは14日ね、毎日ね、三重県からこのようにして開示請求したね、公文書が届いておりますね。おそらく今週の木曜日か金曜日にね、三重県に出向かなければならないようなね、この回答書なんですね。そしてね、次に行っているのが大東市、隣市のね、大東市の家庭内ゴミの収集の、ゴミ収集の契約のあり方なんですね。おかしな、不思議な、変な契約の随形ね、言われる50年間も60年間もたったの3社でね、毎月ですよ、34台のパッカー車において1億2000万円のね、ゴミ収集代金を大東市が産業者に払っているね。まあ47都道府県1700市町村のね、ゴミの収集者の金額を調べても、この驚くべき大東市のような市はないと思われるんですね。なぜならば世帯数が5万1000か5万2000の世帯数で、人口がたかだか12万なんですね。これが全く同じような市が、門真市がちょうど大東市と同じぐらいの5万ね、1000か2000世帯のね、人口にして12万人ね。ここでもこの大東市の半分ぐらいの金額でね、毎月仕事をしているわけなんですね。ここにね、どのようなね、不正が隠されているかっていうのはね、このようにしてね、すべて大東市ね、ここにもね、開示請求で上がってきましたね。この中にね、この中に隠されているね、おかしな行政とは、積算するのは役所がね、1台どれくらいでかかりますね。そしてそれで仕事を発注して、受けた業者は今まで50年60年間ね、うちのね、従業員の給料はいくらで、ガソリン代はいくらで、パッカー車がいくらでね、そしてガレージ代が、処刑費がいくらでっていう積算書を一度も役所に出したことがないんですね。ということはね、大東市が、職員が積算してそれをそのままね、どんぶり勘定と言っても間違いないですね。例えば職員にね、もうちょっと上げてくれ上げてくれ上げてくれと言って、よそでは1台3人乗りで150万円で仕事をしているのに、大東市は300万円なんですよ。そんなアホな、そんなバカなっていう話なんですね。ですからこの公文書をもとにね、私の隣町でありますがね、東大阪やね、寝屋川、門真、森口の、そして大阪市ですね、のパッカー車の受け持った毎月の1台の金額はどのくらいかというね、周りの市のね、公文書をもとに、大東市にね、これから市議会議員ね、16、7名、さらには東坂市長に対してね、それを提示して入札にしなさいね、大東市市民のね、ためにも、このような馬鹿げたね、どんぶり勘定のゴミのね、下請けにね、出すようなね、随形はやめて、来年の3月からね、入札にしてやったら半額以下に収まるはずですよ、ということをね、提言していこうと思うんですね。さあ、これで3箇所ですね。そして市場の宛てに今開示請求してるんですね。なぜならばここにもね、どうも大東市でこの
パッカー社の仕事をしている業者が市場の宛てにも入って行っていることが、私が2年ほど前に開示請求したときにその業者名がありましたので、もう一度これ市場の宛てもね、一度調査したいな。これもね、また随形なんですね。長年ね、なあなあの随形なんですね。ここもどうもね、業者の積算書が出されていないね。そしてコース表、積算書ね、ゴミのトン数、これを出さなかったらね、どんぶり勘定の金額でね、業者の言うなりに役所は金額をだん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 釣り上げていって、それを支払っているね。さあ入札にしたらそうはいきませんね。半額で入れてくる業者がいますね。半額以下で入ってくる業者がいると私は確信してるんですね。また私もいろんな業者に問い出したところ、うちが入れたら半額以下になりますよというね、業者がね、たくさんおられるわけなんですね。そしてね、またもう一つは、和歌山県ですね。和歌山県の産業廃棄物の件で、ね、マニフェストの件で、ね、ごぼうの日高町役場、ね、さらには保健所、そして和歌山県の本町の産業廃棄物対策課指導課ですね。ここに開示請求を行っているわけなんですね。ですからね、私身は一つですけどもね、和歌山県や三重県や大阪府、そして大阪市の水道局ね、この水道局がね、放置したね、官製談合みたいな入札のやり方で違法行為を繰り返していたね。どのような違法かというと、去年おととしにね、全ての新聞社が公表した5万枚のマニフェスト、産業廃棄物のマニフェストですね。それを調査したところ、5万枚のうち3万2000枚が偽造されたマニフェストであったね。こういうことが新聞報道されたんですね。朝日毎日、産経、読売、さらに日経、すべての、そしてテレビでも報道された。さあ私の耳に総務課契約課がね、水道局の契約課が工事業者に処罰を与えた、罰金を課せたっていうね、そういうニュースは届いているんですが、産業廃棄物のマニフェストの偽造の処分はね、発表されていないんですね。ということは今も調査中ではないかなと思うんですね。私はね、不正談合ね、官製談合入札のその不正をね、暴く活動で全ての大阪市の水道局の28年29年30年度の入札結果表を手に入れて、そして開示請求を行って、ついにこの連中らがね、談合でね、要するに漏れているんですね。官製談合ですね。最低価格を漏らす連中がおって、それを知り得た者が年間に137本のうちに42本、ね、そして30本、25本、20本と順番に取っていって、ね、そして他の業者は入れないような、このような入札のやり方を長年やってきた。ね、これが大阪市の東西南北の、ね、工事の発注。そしてこの前の、ね、11月の1日のね、大阪都構想の、ね、もしこれが、ね、都構想が成功していたら、この水道局の不正はうやむやにしていたはずなんですね。と言いますのは、今マスコミも騒いでおりませんが、あの夢島、万国博覧会をやるというところに、夢島にはこの大阪市の工事を請け負った連中、産業廃棄物を違法に大量に10年間15年間投入して埋め立てやってきたわけなんですね。この事実を知っていながらね、最終去年おととしのね、新聞には夢島に大量の産業廃棄物
ね、陶器と大きく見出しで新聞にも報道されましたね。しかし今そこに万国博覧会のために1000何百億円の費用をかけて、ね、建物を建てる。しかしその中には、ね、大阪市の水道工事の発注、アスファルトや露台の産業廃棄物が、ね、長年大量に不法投入されている。ね、マスコミも触れようとはしませんね。それはなぜか。ね、国が行う万国博覧会、ましてや、ね、大阪市や大阪府の知事、ね、松井市長と吉村知事が、ね、万博の夢島で行うっていうところに、マスコミもそこには大量の、ね、水道局が行った、不正に行った工事のために産業廃棄物が投入されている。ね、こんなことが、ね、法の厳罰化をせずに、取り締まりをせずに放置されていて、ね、国民に、市民には、ね、耳障りの絵、ね、万国博覧会をやるんだ。ね、このように、さあ皆さん、ね、今このような時代にですよ、万国博覧会をやるにしても、せめてね、大変な時代になっている。これがワクチンができたからといってね、今かこれから5年先に、ね、今みたいなことが続いて、全世界が、ね、経済がそのまま続いていると思われますか？私たちの日本国の経済さえも先が見えない。ね、金持ちは金持ちになり、貧乏人はなお貧乏になっていく。そのような、ね、夢も希望もないような、ね、庶民にはないような行政である中において、ね、花火だけボコボコ打ち上げて、ね、そして環境を破壊していく。ね、これが今の、ね、国の在り方、ちょっとね、おかしな、不思議な、変な国になっている。国民、多くの国民がそれを感じ取っているんじゃないでしょうかね。私は日頃から、ね、様々な、ね、都道府県、まあ近畿ですけどもね、行って、ね、疑問のことにおいては、まず公文書を手に入れる。ね、和歌山の、ね、参拝の件など、ね、私がその産業廃棄物の受け入れに、ね、その会社に電話一本入れて、担当者と面談を申し込んだだけで、その会社の顧問弁護士から、ね、その会社には二度と電話をしないでください。その会社の窓口は私が、ね、なりましたから、ね、用事があるときには私の事務所に来てください。このように弁護士が言われたんですね。私にそのような弁護士の言葉が通用すると思っているんでしょうね。私は言ってやりましたよ。ね、私があなたの事務所に行くときには、ね、公文書を手にして、ね、あなたが私に言われたその言葉、果たして、ね、まともに私の顔を見れて、ね、それを主張することができますか。ね、あなたが私に言ったことは、ね、裁判官や判事の判断をあなたは私にね、屋根から物を言うように言ったんですよと。あなたは判事ですか？弁護、裁判長ですか？あなたは単なる弁護士ではないですか？ね、物事をね、権力を重ねきて、ね、自分の立場を重ねきて、いい時と悪い人間、それをね、まともに受ける人間、私がまともに受けてあげましょうと、このように言ったんですね。その代わり、私は調査をしてから、公文書を手に入れてから、あなたの事務所に出向きましょう。だからちょっと時間がね、かかりますと。来年の1月末ぐらいまでには、あなたの事務所をお伺いしましょう。このようにして、電話を切ったんですね。このようなね、本当に、金で動くようなやから、ね、私はボランティアでやってるんですね。ということは、三重県にね、何回も何回も
ね、足を運んでおります。そうした場合に、この不届き者を悪徳業者は、赤い車の右翼が、金目当たに、この、ね、三重県くんだりまで来ているんや。このような風潮が、ダンプ仲間や、ね、みんなの、ね、建設業者の中に、ね、蔓延した。ね、さあ、この赤い車がね、金目当てで行っているかどうか、ね、この私の活動を知った三重県の業者の人や、ね、ダンプのドライバーの、ね、運転手の方、私の活動がどんなものか、最近ね、皆さん、ね、よく知ってこられたらしいんですね、認識されたらしいんですね。赤い車が、ね、金儲けのために来てるんや。私はね、今まで活動でね、金を、さまざまな活動をやってきました。ね、金もらったいくらだと思いますか？ね、自分の体をかけて、ね、塀の中に入っても、もらったお金、ね、ある依頼のされた業者から、たったの1万円ですよ。ね、20年間、ね、こういう活動をやってきて、ね、たったの1万円もらいましたよ。ね、その社長、ね、言われました。私に依頼されてきたときに、堂村さん、費用どのくらいかかるでしょうか、こう言われたんですよ。ね、そうしたら私は、社長、あなたが私に依頼してきたことは、ね、お金をもらってすることではありませんと。ね、私の、ね、地球環境問題会議、ね、これは、ね、お金をもらってやる仕事ではないんですよ。ね、私がこの環境問題を問題にする以上はね、自分の奉仕の、ね、世の中、国に対する、ね、啓蒙と、ね、国民に対する啓蒙、市民に訴えて、ね、こんな国がなぜ管理をしないんだと、ね、言葉では、ね、おいしいことを言っておきながら、環境保全や、なんというね、バッジをつける役所の職員がいっぱいいますね。環境課とか、ね、環境保全課とか、このような名前をね、大層につけていますが、ね、しかし、私は、ね、この環境についてはね、自分で汗を流すんですよ。調査するんですよ。ですから、このね、大阪の河川から始まって、ね、大和川、石川、淀川、木津川、宇治川、桂川、鴨川、ね、そして木津川、ね、服部川、名張、ね、名張川、ね、このようなところへ行って、あげくの果てには、ね、奈良県の、ね、吉野の川上村のダムまで見に行って、ね、本当にね、私はね、この環境問題、私たち人間が汚したところをね、人間がきれいにすることが一番である。私の持論はね、この世の中からに人間がいなくなったら地球がどれほどきれいになるか。さあ、それをそのようなならないためにも、私はまた明日もね、あちらこちらをね、開示請求をして回ってまいります。それではまた明日お目にかかりましょう。こんばんは、これにて失礼します。おやすみなさい。